この動画は春樹無個性すぎて誰でも動画成立する説の検証です。そのため冒頭から当たり前のように知らない人がいますが、今回はその人が春樹です。なぜか撮影時に前振りを取らないという尖り方をしたので、危うく意味不明な動画になるところでした。それではお楽しみくださいませ。いきまーす。はい。あっちとちゃん、はいはい。え、これ自己紹介何？誰とりあえずハルキで行こう。大喜利どうも、メジョーのある人カイトとノセとモチです。じゃあ今日は大喜利をやっていきましょう。はいはい、大喜利やります。はい。はい、じゃあ今回はということで大喜利をやっていきたいと思います。めっちゃ始まった。そうだね。みんな大喜利やりますか、普段？まあ、普段はやらない。普段はやらないですね。ということで、はい、やっていきましょう。おいおいお、大喜利もう結構デカめの声で大喜利優秀し大喜利やや。はるきとカイトとノセとモチです。はい、ということで今回は、はい、まあ、大喜利をやっていきたいと思うんですけど、はい、久しぶりじゃないですか、大喜利。そうですね、最近やってないから、まあ、腕も鈍ってるんじゃないかなということで。確かに。なるほど、なるほど。まあ、テスト的な意味でも、はい、まあ、YouTuber 大事ですから、大喜利力、はい、そうですね。ここで新年初笑いといきましょう。わかりました。ということで今回は大喜利をやっていきましょう。よし、じゃあいきます。はい、第1問。はい、2135年の流行語大賞とは。おーなー、流行語大賞。はい、2135年の流行語大賞とは。あ、おはようこいつがおもろいだけ。はい、2135年の流行語大賞とは。70遅っ。いや、いいね。70までも遅い。70は言ってる可能性あるからね。カイト止まってないよ。2135年の流行語大賞とは。火星の2番通り待ち合わせね。おお、いいね。いいね。いやー、いいんじゃない。あ、ありがとうございます。次行くか。日清食品が考えた絶対に売れるキャッチフレーズとは。おお、日清食品が考えた絶対に売れるキャッチフレーズとは。僕はある日カップヌードルの中身を覗いてしまう。なるほどな。いきます。はい、日清食品が考えた絶対に売れるキャッチフレーズとは。キッチンに職人。それはもう